基本的に極真ルール。顔面への聖剣好き、倒れた者への攻撃、急所への攻撃は反則となる。2分1本勝負、待ったなし。正面に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 正おお、はいはい、大丈夫ですか。今はもうちょっとかなり効いてますね。もうやめた方がいいかもしれないですね。はい、もうこれもう一本ですね。そうですね、はい、軽くやってるんですけれども、はい、タイミングがもう非常に合いましたね。今ね、今ね、こめかみに。構えて、始め。実際の感覚はすごく上限との方ね、掴まれてるね。でも、あまりにも冗談のね、防御がですね。そうですね、確かにそうですよね。いつも防御的やってますのでね、多少のパンチだと効かないんですよね。基本的に攻めだと完全に一発ですね。倒れてますね。極真空手の圧勝に終わった今回の歴史的な交流戦だが、お互いに得るものは大きかったはずである。果敢にも史上最強の極真軍団に勝負を挑んだ中国拳法、そのファイティングスピリットに喝采を送ろうではないか。